東、大池西小池名称大乗院庭園文化館、旧大乗院庭園は奈良県奈良市高畑町にある日本庭園。国の名称、幸福寺の門跡寺院である大乗院の漢字元年創建と同時に築造された庭園は12世紀における平重平による南都焼打ちで被災し、幸福寺別院である庭前院跡地に築されたが、 ここも15世紀中期の特製一期で荒廃したため、復興を目的に、ジンソンが、自称寺庭園を作った全阿弥夫子を招いて、地仙海有識庭園を改造させた。以降、明治初頭まで何と随一の名園と称えられた。大乗院は、廃物希釈の影響で、明治初年に廃寺となったが庭園は残され、戦後その一部が整備され、森治による研究なども走行して、 昭和33年に国の名称に指定された。1973年からは日本ナショナルトラストが管理することとなった。平成7年から奈良国立文化財研究所による発掘調査と並行して復元工事が進められた。平成12年秋の調査では、当地と西池の中間に2つの小さな丘とその間に掘削された溝が発掘された。 翌13年の調査では小さな滝と中島を備えた池が発見され、北池と仮称された。平成22年に復元事業が完成。現在は一般来園者が庭園内を散策することができる。財団法人日本ナショナルトラストが庭園の南端に建設した休憩所を備えた博物館。館内には大乗員の復元模型や、 大場員に関する資料が展示されている。1階に休憩スペースが広く取られており、そこからは庭園を一望できる。復元した、学人長屋土辺を外交としている。郵便番号630-8301奈良県奈良市、高畠町0 83-1。ありがとうございます。